ちゃお、あっちゃんです。あっちゃんのね、過去動画で結構人気動画の一つやねんけども、あっちゃんチンポガキ食べますっていうねっていう動画があってね、チン丸っぽガキやねんけども、チン丸っぽガキを食べますっていう動画があってね、多分そんなタイトルとか忘れたけど、その動画ね、また覚えとったとこ貼っときます、リンク貼っときますね。はい、その動画が結構人気でね、結構リクエストあんねん、ああいうのをまたやってよって。またね、やりますってことで、チンポガキなかったんで、冬ガキ、それも、売れ売れの冬ガキ、いただきます。スピードワゴンミックス小川和弘はこれまで通り活動を続けてまいります。なぜならば小川の行動には何ら恥じる点がないからであります。一部週刊誌の報道にあるような特に性行為を目的として飲み会をセッティングした事実は一切ありません。トロトロやコムとかその子会社とか別会社よくわかんないんですけど、これはちょっと会社として何だも発表しといてすぐこういうことになる。まあ、小沢の体調もこれ用語じゃないですけど、あんまり良くなくてすぐこう義務の時間にあれですけど、こういう感じになっちゃったりとかあるらしいんですよ。甘い、これもストローで吸えるんちゃうかっていうぐらいね、ブレブレ、でもね、売れ売れの鍵をね、チューチューするのが好きでね、うん、昔からね、こういうのもちろん硬い柿も好きやねんね。てか柿は好きやねん。ね、柿はね、風邪ひいた時に風邪を防止予防のためにもいいし、風邪ひいた時にもいいしね、万能のね。柿が赤くなると医者が青くなるって言われてんねんけど、奈良ではね、奈良はね、柿の産地でね、まあ、今は五条市って言うんだけど、奈良の西吉野のね、柿はでも最高だね。そしてですね、8日月曜日、松本さんが再び更新しました。事実、離婚なので戦いますというコメントに、以前レギュラー出演していたフジテレビのワイナーコンビの出演を示唆していたんですね。しかし、この投稿から2日後、こんな報道がありました。こちらです。出演取りやめ、このまま活動休止へということで、一体何があったのか、この後、この種のね、トロンとしたのがすごい好きでね。おいしい。今日はね、こうやってね、ナイフとフォークで食べるのが優雅でいいでしょ。これはね、みんななんか入ったみたいな。日本フルーツパック新登場、うん、エヴァンゲリオン初号機を使う500ミリの世界が生み出す驚異の可動域、こだわりの装備と機密、宮城をエヴァン初号機発進総確保200ミリ、すごいトロトロ、笑顔を持つ地上を、そこにあるのは安全、そして安心、あんまい、甘すぎる、もうね、砂糖の塊舐めてるんちゃうかってぐらい糖度がすっごい上がってるの、いや、美味しいな。
なかなかここまでね、めいた、なかなかここまで売れさせるのって難しいね。だいたい途中で腐っちゃったりね、きれいにこの中まで売れさそうと思ったら温度管理と、なんていうの、温度管理、湿度管理、あとなんていうのかな、保存状況ってすっごい大事やね。これ出て作るか言ったらね、あいちゃん家のキッチンに放置しておくだけちょうど適正なね、温度と湿度と、なんだろう、保存状況でこれが実現できるのよ、いいでしょ。言ってるけどね、オリーブオイルが凍るんよ、ごま油も凍るんよ、最近ね、米油も凍るんよそういうキッチンに置いておくとこんな売れ売れな柿ができます。11月ぐらいからずっと置いたって置いてあったんじゃねえ、いっぱいもらってん、今年はね、めちゃくちゃもらったから、置いてあったら、もちろん硬くて美味しい時にも食べましたよ。それになると工具では食べづらいね。やります、出ますだから、いろんなことを考えますよね。一人考察する余地があります、ね。そして東野さんのコメントがこちらです。ワイドショー番組に松本さんの出演報道があった際、東野さんは裁判終わるまで休みますっていうのを言いたいのかなって感じたということなんですね。で完食しました。チンポ柿じゃないけども、普通の冬柿を、チンポ柿の動画のようにフォークとナイフでいただきました。美味しかったです、ごちそうさま。リクエストいただいた方、こんな感じでよろしいでしょうかということで、今日のあっちゃんの、チンポ柿ちゃう、冬柿の動画、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。あ、ちなみにね、チンポガキっていうのはね、この辺の人たちはね、よく言うねんけど、この辺のね、お年寄りさんは先っちょがチュンって尖ったガキのことをチンポガキって呼ぶね。多分な、チンポガキって珍しい宝のガキって言ってチンポガキって言ってチンポガキって言うけどね、卑猥なチンポガキではありません。美味しいガキでした。これは冬ガキです。ではまたね、バイバイ。